どうもー、ハコンバンチは、ウエスタン木村です。イベント後半やってまいりました。開けたので、やっていきましょう。では、性能が、ですね、ブレイブスキル。ゼロちゃんですね。ジブリールゼロちゃん。敵単体に、マジックアタック、350%のダメージを与え、3ターン自身にカバーを付与し、魔法耐性を 15% アップする。さらに、雷属性の味方のブレイブゲージを 15% アップですね。まあ、パッシブスキルが、放棄もしくは探検が得意な味方の HP を 20% アップ。雷属性もしくは光属性の味方のマジックアタックポイントを、ポイントじゃないですね、マジックアタックを 15% アップするというですね。うん、2属性いいですね。で、ジブリールさんちゃんですね。敵全体に、アタック 260% のダメージを与える。光属性のみなしごを3体以上編成していた場合、2ターン。味方全体の光属性ダメージをアップする。最大で 25% アップですね。先進ですね。召喚スキルとしてアタック 340% のダメージを与え、3ターンの間、敵全体のディフェンスと、マジックディフェンスを 30% ダウンさせ、味方全体のスピードを 15% アップするということですね。今回は先進2体ですか。今回の限定ではですね。で、先進天井か。まあ、先進と、みなしごですね。今回は2体ずつ。ということで、今、6ですね。あと14回引けば、天井ですね。まあ、天井にならないように、頑張っていきましょう。では、参ります。さあ、どうだ。ミッドウェイがやってきて、やってきただけ。どうだ。さあ、どうだ、召喚。素晴らしい成果ですね。昇格はないですね。昇格なしですね。さあ、行きましょう。続いても、ドンと。ミッドウェイやってこず。さあ、どうだ。これは、昇格。天才は来ないから、素晴らしい。素晴らしいもない。素晴らしいもんないですね。さあ、これで90連目ですね。さあ、行きましょう。ミッドウェイやってきて、プルプル震えて確定ですね。虹確定。やりました。さあ、虹が1個。天才来てください。お願いします。素晴らしい成果ですね。私の仕事は、地上と天国を結ぶこと。それが私の存在理由。はい、ありがとうございます。ジブリールゼロちゃん、お迎えできましたね。ありがとうございます。私は NAGI と呼ばれる天国で作られた第6世代のエンジェルフレーム。保護をしてもらった恩義を返すため、ジブリールゼロ、出動します。はい、これで、先進まで行きましょうということですかね。いや、先進までは行きたくないな。さあ行きましょう。ドンとミッドへやってきて、今度もプルプル震えた。さあどうだ、虹は何個。一つでもいい。これで来てください、ジブリールちゃん。お願いします。おっと、すり抜け。すり抜けですか。まあいいでしょう。じゃあ、お次もお願いします。ミッドへやっていこうず。これは厳しい。
厳しいですね。素晴らしい成果ですね。素晴らしい成果ですね。はい、これで優勝ガチャが終わって1100ですね。天井は行きたくないな。天井は行きたくないな。おい、ジブリールちゃん、お願いします。さあ、どうだ？ミッドウェイやってきて、ミッドウェイやってきただけ。さあ、虹はどうだ？これは期待持てるが、昇格はあるのか？この天才！お任せあれ、素晴らしい成果ですね。私の戦場は、聖天使ジブリールの始まり。やりました、ありがとうございます。聖天使ジブリールちゃんですね。よかった。愛する人の待つ世界、道がつながるその日まで、エッチな犯罪許しません。聖天使ジブリール、今日も街の平和を守ります。ありがとうございます。やってきました。はい、というわけでですね、都合1212回ですね、120連で終わりました。ありがとうございます。傷は少なかった。まあ、前回が6、今回も6で収まったということで、本当にありがとうございます。あー、よかった。まあね、ちょっと動画的には面白くないかもしれないですけども、これで終わろうと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。